山のすすめは、白による日本の漫画作品。アーススターエンターテイメント発行の月刊漫画雑誌、コミックアーススターにて、第6号より連載中の、女子高生による登山をテーマとする、ストーリー漫画である。インドア趣味で、高所恐怖症の主人公の少女、葵が、アウトドア志向の幼馴染み、ひなたとの再会をきっかけとして、 幼い頃に見た山頂での来光を再び目にするべく、登山に臨む物語である。物語は、主に主人公の視点から描かれる。登山を趣味とする著者が、自ら登った山を、写真とイラストで紹介した同盟の同人誌を原点とする。そうした背景から、単行本の表紙に赤岳の写真が使われたり、本編中にも天覧さんや高尾さんなどの実在する山や、 登山用テント、クッキングストーブコッヘルト、フリーズドライ食品といった登山用品、登山用語などが随所に登場し、解説される。イラストレーターとして知られる著者にとって最初の商業連載漫画作品であり、公式サイトなどでは、ゆるふアウトドアコミックと称される。この漫画の話数表記は一貫して、x 号目で表され、コミックアーススターオンライン内の公式サイトでは、 1> 第1話を取得できる。発行部数などは明らかでないものの、2012年6月12日に発売された単行本題1巻は、発売翌日にして早くも増刷を決める売れ行きとなり、2020年8月時点でシリーズ累計発行部数は75万部を突破している。また、ネットラボではコミックアシス,スタ出張連載として1号目を常時、公開。 2合目以降を順次公開している。作品の主な舞台は埼玉県飯能市であり、アニメ版では登場人物が通う学校が同市に存在する聖望学園であるなど実在する建物や風景が複数登場する。また工述のように飯能市を中心にイベント等も行われている。2012年6月7日にはテレビアニメの制作が発表され、 2013年1月から3月まで5分枠の短編アニメで放送された。2014年に第2期が15分枠で放送され、2018年に第3期が15分枠で放送された。テレビアニメ版の詳細は、下記のテレビアニメを参照。原作、第2話アニメ第3話に登場した、天覧山の山頂原作、第2巻アニメ2期。 第2から4話で登場した三つ峠山原作、第2巻アニメ1期第11.12話で登場した反応変わらぬ主人公らの思い出の山であり原作第30から32話、アニメ2期、第20から23話で登った谷川学原作第39から43話で登った木曽駒がたけこの節では、単行本第十五巻収録時点における登場人物、並びにその時点までに、 明らかな情報を記載する。担当声優は、テレビアニメ版および OVA、思い出プレゼントのもので、必要な場合にその旨放棄している。アニメ版声優、舞台版俳優の順に記載。白、山のすすめアーススターエンターテイメント、アーススターコミックス、期間20巻学研パブリッシングの男性誌、女神マガジンにて、 2014年8月号から2015年2月号まで4コマ漫画版の寄り道のすすめが掲載されていた。これは2度目のテレビアニメ化に伴い掲載されていた、いわゆる出張版であった。単行本では9巻の幕合に収録。第1期は5分枠の短編アニメで2013年1月から3月まで東京 MX、ンテレビ ATX ほかで放送された。 短編アニメとしては珍しく、物語に連続性を持つのが特徴。物語冒頭を p 後に副題と合わせ目数が出るのが基本フォーマットとなっている。第2期は2013年12月に行われたファンイベントにおいて制作決定が発表され、山のすすめセカンドシーズンのタイトルで2014年7月から12月まで15分枠で放送された。 前作の第1期より放送時間と放送期間が拡大された。第1話の OP は第1期総集編を兼ねた特別編成ゆえ OP フィルムは専用のものとなっている。第2期前半は主に富士登山編までのルートをアニメ化。本編冒頭コールドオープンの後にチビキャラとセカンドシーズン新1号目と副題が書かれた案内看板が タイトルバックジングルと共に3カットで切り替わり、各5目締めには、続くの文字が右端からフレームインしつつ、定位置で男性変形をするアニメーションと共に4人の、つ、ず、くのセリフで終わり、ED に入る形となった。特別番組、山のすすめセカンドシーズンのすすめが7月2日に、山のすすめセカンドシーズンのすすめパート2が10月1日に放送されている。 2017年10月28日より OVA 山のすすめ思い出プレゼントのイベント上映及びブルーレイ劇場先行限定版販売が行われ2018年1月26日にブルーレイ通常版が発売された日本立ての作品となるまたこれに合わせて YouTube のスマイラルアニメーションチャンネルでは第1期及び第2期の無料公開が順次行われ さらに東京 MX では10月10日未明より、同日に、第1期と第2期の同画目連続放送での再放送という、形で再放送されることになった。2018年7月から9月まで、第3期、山のすすめサードシーズンが15分枠で放送された。ロケ班も大変であり、第2期の終盤が綺麗な終わり方をしていたことから、続編の計画はなかなか立たなかったが、 第3期を待望するファンの声により話が進んだと、プロデューサーの後藤博士は話している。また、第2期から制作委員会に参加しているアイトの親会社でも、ある、読売テレビでの放送が今期では実現することとなり、同局の公式サイト内に紹介ページが、開設されている。通算4期目となる、山の進めネクストサミットは2021年2月に、制作が発表された。 2016年6月より、ラトビアにて吹き替え版が放送されていた。2017年6月より、メキシコにて吹き替え版が放送されている。アニメ化に際しては、物語の主な舞台とされる、埼玉県反応市の公式サイトに広報ページが設けられたほか、2012年12月7日から9日にかけて、西部池袋本店別館。 西武ギャラリーにて模様された西武沿線サミットスマイルスマイル展と2013年2月1日2日に東京池袋にて開催された東京アニメ漫画カーニバルインと島における反応誌の展示物の一部として紹介されたアニメは2013年3月20日に最終回を迎えたが西武鉄道では同日より池袋線新宿線の車内 駅構内にて記念コラボレーションポスターの掲示が行われた。第2期に合わせて、プロ野球球団埼玉西武ライオンズは、同年7月12日に西武ドームで、開催の対オリックスバファローズ戦を、TV アニメ山のすすめデートし、主演のイグ裕香とエンディング曲を歌う、ここな役、小倉ゆいが、始球式や、場内アナウンスなどを行うと報じられ、テレビアニメ公式サイトでは、 同チームのグッズを携えた登場人物らのイラストも公開された。OVA 発売と第3期決定記念に埼玉県を舞台にしたアニメ作品のイベント、アニメが埼玉大集合に参加、同日メットライフドームで開催されたプロ野球埼玉西武ライオンズ VS オリックスバファローズ戦、始球式に井口と安住が参加、井口はノーバウンド投球を達成した。 オープニングエンディング劇中華 BD、DVDCD フィギュアと残用品 ICI、IC スポーツとのコラボレーションとして以下の商品を展開、加えて2014年12月1日より、同社各店舗で、イムラヤの機能用缶セット購入者に缶バッジを配布した。さらに2015年1月から3月にかけて、各月1回、機上講習会を行う。その他の商品、 山のすすめラジオのすすめのタイトルで2014年7月から同年12月までラジオ大阪文化放送庁 A&G 響きラジオステーションにて放送されたメインパーソナリティは井口優香が担当し毎月交代で相方となるパーソナリティが決まる放送時間はアニメに合わせて15分となっているアニメ3期に合わせ上記と同じラジオタイトル 山のすすめラジオのすすめが、2018年6月3日から9月30日まで、ラジオ大阪にて毎週日曜22時20分22時35分に放送されていた。ラジオクラウドでも配信された。パーソナリティは、井口優香が務めた。マンスリーパーソナリティコーナー放送局2018年5月10日から12日まで、反応市民会館ショーホールで上演された。脚本、 演出は、畑正文が担当。キャストは、登場人物を参照。富士急行山の進め号、国際工業バスラッピングバス舞台となった、反応市では、2013年度から、市のイメージアップ戦略の一つとして、アニメを活用した地域振興を始めている。市のイベント会場でブースを設けたりするほか、舞台単訪マップの作成や、ラッピングバスの運行。 聖地巡礼ツアーやスタンプラリーの実施等を行っている。また、アニメにも登場した反応、中央畜養成センターには巡礼ノートが置かれており、それらによると国内はもとより海外からもファンが訪れているという。学校のモデルとなった聖望学園がキャラクターの描かれたクリアファイルを作成し、学校説明会で配布しているほか、 2014年8月8日から10月5日まで富士急行がコラボレーション列車を走らせて声優による車内アナウンスを実施するといったことも行っている富士急行のこのイベントではコラボ乗車券等各種グッズも発売されアプリ舞台巡りとの連動企画で作品内で取り上げられた富士山や三津峠山等に実際に行き現地で 一登録した参加者にポストカードを三津峠駅、川口湖駅で配布、さらに指定されたすべての場所をコンプリートしたものにはタペストリーも新呈された。滋賀県大見八幡市の八幡山ロープウェイでも2014年12月28日までゴンドラにラッピングが施され、乗車券に登場キャラたちが描かれた特別柄を発売、さらに富士急行イベント同様、 コラボグッズも発売された。2015年1月1日の始発電車前に運転された臨時電車、天覧山初日の出号、港未来線元町、中華街西部池袋線、反応。使用車両、東急5050 50系4000万台及び、港横浜初日の出号、西部池袋線、反応港未来線元町、中華街。使用車両、 東京メトロ1万系の両列車の車内で、雪村葵のスペシャルメッセージが放送された。放送区間は、西武池袋線、反能練馬間のみで、西武有楽町線、東京メトロ福都新線、東急東横線、港未来線内では、未実施。なお、それぞれの電車で放送されたメッセージ内容は異なる、ものであった。1月1日から1月3日までには、 反応駅改札口付近で青による新年の挨拶を含んだ校内放送も行われた上、先着2000名限定でポストカードも配布された。コミックアーススターにて連載されるより前に発行された登山写真と女の子のイラストを掲載した同人誌である。漫画の山のすすめの原型となった。山のすすめセカンドシーズンに関するカテゴリー 山のすすめラジオのすすめに関するカテゴリー、山のすすめ思い出プレゼントに関するカテゴリー、山のすすめサードシーズンに関するカテゴリー、山のすすめネクストサミットに関するカテゴリー。ありがとうございます。